今日はですね、広島県の小谷サービスエリアで眠ってました。よく寝れた。寝袋結構あったかいもんですね。トラックの中で使ってみて分かったけど、寝袋めっちゃあったかい。これ結構ね、やっぱ重宝するな。寝袋あったかいもん。僕今回ね、半袖短パンで寝まして、それでもね、全然寒くなかった。むしろあったかかった。でね、仮眠ベッドの上にエアマット敷いて、で、その上に寝袋で眠ったんですけど、仮眠ベッドの上やからさ、エアベッドはない方がいいな。柔らかすぎる。個人差？人それぞれやと思うけど、仮眠ベッドの上にエアマット置いとるからな。ちょっと柔らかすぎた。だから多分ね、エアマットはいらないですね。ね、硬い地面とかね、テント泊するときはエアマット必須ですけども、トラックでは必要ないな。わかった。今回初めてね、エアマット敷いて、寝袋でね、トラックの中で寝たんですけども、意外とね、快適に過ごせました。でね、6時、朝のね、6時に起きる予定でしたけども、今現在朝の8時です。8時2時間ぐらい寝すぎたな。途中ね、朝6時ぐらいに目覚めたんですけど、もうね、眠かったんでもうまた寝ちゃいましたね。よし、今からね、なんか朝ごはんでも買って、これなんか朝ごはん買えるんやったっけな。フードコートしかないんですかいね。なんかね、おにぎりかサンドイッチ買ってね、歯磨きしてトイレ行って、それからね、出発したいと思います。今広島県の小谷やから、どこまで行こうかな。いつものごとく言えば、足柄まで行っとけば合格点。足柄かその一個手前ですよね、駿河湾沼津サービスエリアでしたっけ。どっちかに行っとけば合格。多分ね、今8時なんで夕方6時ぐらいかな。6時ぐらいにそこまで行けるかなって感じですね。よし、今からね、ぼちぼち準備して出発したいと思います。よう寝た。はい、今からね、ぼちぼち走っていきます。年末年始でね、朝昼晩毎日ね、やっぱりご飯食べよったらさ、ええもん食べとったらさ、案の定太りまして、あるあるですね。連休明け太るっていうね、正月太りってやつですね。今日はね、ブラックコーヒー、いつもはさ、甘い紅茶とか飲んどるけどさ、今日はもうブラックコーヒーね、あれでダイエットしていきますね。今日からまたダイエットに励みたいと思います。野菜を食べよう。よし、今からね、出発したいと思います。
はい、今ね、買い物行ってきましたよ。30分休憩してさ、買い物行ってきました。30分休憩のはずが、50分休憩になっちゃった。50分も休憩しちゃった。今日のね、お昼ご飯。昨日ね、朝も夜も食べとらんやったの、そういえば。あ、間違えた。朝も昼も食べとらんやったの。今日はね、サラダ巻き食べちゃいます。あとはね、枝豆。これはね、おやつです。おやつ。よし、今からまた走りたいと思います。レッツラゴー。今日の寝床ですね。今日の寝床は静岡県の浜松サービスエリアです。もう今日はここが限界。今現在ね、夕方5時半です。5時半。もうこの時間でも暗くなるんですね。5時半でも結構暗い。ほんでもって満月や今日。今宵は満月じゃ。多分満月と思う。満月か。前後一日ぐらい。綺麗なお月様が出とるわ。魚釣りに行きたくなっちゃう、魚釣り。満月の日はさ、満潮でしょう。満潮やない、大潮でしょう。魚釣りに行きたくなっちゃうな。よし、今日はね、ここで寝ようかと思います。まあね、ちょっと寝る前に、一応ね、荷物の点検だけしてね、それから、寝ようかと思います。
今日晩ご飯何しよっかな、お弁当でも買ってこようかな。ここ食堂中かフードコートあったんですかね、浜松サービスエリア。ここサービスエリアなんかな、パーキング。いやでもガソリンスタンドあったもんな、サービスエリアかな。未だにね、そのサービスエリアとパーキングエリアのね、見分け方がわからないっていうところもありますんで、確かここね、サービスエリア、浜松サービスエリアね。よし、今からここでね、積み荷の点検して、それから寝ようかと思います。とりあえず点検だけね、行ってこよう。お、バッチリですね、バッチリ。全然ずれてないし、ラッシングもしっかり効いてます。あと途中ね、ちょいちょい確認はしとるんで間違いはないと思うけどね、しっかり養生できとるからよかった、動いとらんわ。ちょっとね、後ろの発泡が散乱しちゃって、よし、今からねご飯食べに行きたいと思います。ということで今日はこの辺で、また明日、またね。When I was young, I felt a mystery unraveling right before